君の宮が引退し半年以上が過ぎました。もうこのチャンネルを見ていない人も多いかもしれません。そこで考えました。世界に向けて日本の文化を伝えるこのチャンネルを新たな形で続けていこうと思います。それは日本のアート、サブカルチャーを世界に発信プロジェクト。出現画廊というデジタルアートイベントとタッグを組んで、世界でも人気な日本のサブカルチャーやアートを世界に発信していきます。デジタルアートが世の中に浸透し、創造性あふれるクリエイターはたくさんいます。日本人の繊細な表現、アイディア、強烈なインパクト、そんなものを届けていきたい。初回配信は6月3日予定。皆さん、こうご期待ください。